マクミラン TAC-50 は、マクミランファイアーアームズが製造する、大物ライフル、長距離狙撃銃である。軍用、放出後機関用、および民間用に、いくつかのバージョンを製造している。生産は、アリゾナ州フェニックスのマクミランファイアーアームズ、マニファクチャリングによる。2000年から、カナダ軍の長距離狙撃武器 c 15として、正式採用されている。 理想的な条件下において、高精度のマッチグレード弾薬を用いた場合、MOA0.5 分の命中精度が得られる。マクミラン TAC-50 は、手動回転式、ボルトアクション方式ライフルである。重量のある、マッチグレードのバレルには、全体の重量を減らし熱を素早く放散するための、溝が付けられ、反動を減らすためにマズルブレーキが装備されている。 50BMG 弾薬は5発の取り外し可能な箱型弾倉から装填される。ストックはグラスファイバーで作られ、バイポットと合わせて使用するよう設計されている。標準機は標準装備されておらず、様々なスコープや暗視装置を装着できる。カナダ軍向けには標準装備の標準器として、ロイポルトマーク4から 16X40mmLR TM1 光学照準機が、その後、シュミットベンダー5から2 5 x 5 6プミー、光学照準機やナイトホース NXS8 から 32X56 光学照準機が C15 用に利用されている。JTF-2 の狙撃兵はイラクで TAC-50 を使用して、アイソルの戦闘員に対して3540メートルの距離から、 史上最長の狙撃を達成した。現在記録されている5つの長距離狙撃のうち3つは、カナダ狙撃兵による TAC-50 によるもので、ある。海軍特殊戦施設の見学中に、メジャーリーグのアルバート・プホルスト・ライアン・フランクリンが、マーク15スナイパーライフルの説明を受けている。ありがとうございます。